韓国インチョン国際空港を出発し香港に向かう予定だったアシアナ航空旅客機が、スライド装着に問題が生じたため遅延が発生したことが分かった。26日、アシアナ航空などによると同日午前9時、香港行きオズ721便の旅客機非常口の一家ところで、スライド装着に不備が発見された。 大体の航空機に変更する過程で、出発が予定時刻より1時間12分ほど遅延したという。これを前に、ドイツフランクフルトからインチョンに向かうアシアな航空機がタイヤ損傷により出発が4時間遅れるという事案も発生していた。